こんにちは、ウェザーニュースの白井ゆかりです。今日この後の天気をお伝えします。関東では厳しい暑さ、そして九州では大雨に警戒をしてください。それでは全国のお天気アイコンで見ていきましょう。本日8月9日のお天気アイコンです。北日本、東北のエリアを中心に元台風5号の影響を受けまして雨風が強まっているエリアが多くなっております。この後も雨具が必要なお天気となってしまいそうです。そして西からは低気圧の影響を受けて雲が広がるところが多くなっています。特に九州のエリアではこの後も雨風の強まりに警戒を続けてください。道路冠水、河川の増水、土砂災害にご注意ください。その他日差しが届くエリアでは今日も気温が上がっていきそうです。特に東日本の太平洋側、東京や名古屋などでは危険な暑さとなるところが多くなりそうです。今日も万全な熱中症対策を行ってお過ごしください。それではこの後も頑張っていきましょう。